久保敏郎は日本のフリーアナウンサー。元 FBS 福岡放送アナウンサー。大分市出身。福岡大学を卒業後、1978年に FBS へ入社。主にスポーツ中継を担当し、同局スポーツ記者としても活動する一方、2009年秋以降は FBS のワークシェアリングの一環として、スポーツの一線から離れ、 スタジオ勤務がメインとなる。2010年秋のリニューアルに伴い一旦はスポーツから離れ、久々に夕方のニュース番組でキャスターを務めていたが、2014年度から土、日祝日のソフトバンク主催のデーゲームの実況で現場復帰した。2015年3月に定年退職。定年後は1年間、食卓職として FBS に泊まり、継続して、 ソフトバンク戦に実況アナウンサーとして出演していたが、2016年よりフリーアナウンサーとして、FOX クススポーツエンターテイメントでのソフトバンク戦の実況を行っている。定年に際し、同僚アナの若林舞子によると、報道にスポーツと37年間現場で伝え続けたアナウンスの技術や心構えだけでなく人としての精神論など、たくさんのことを教えてもらい、 お料理好きだったので、メニューの相談に乗ってもらっていたとある。今後については、スポーツの仕事に復帰し、新たなスタートを切ると述べたという。家庭では3児の父親である。以下は2009年秋以降若手の広報支援に回っていた。FBS では2009年度から外部キャスターに委ねていた部分もアナウンサーに担当させ、経費削減を図っている。 それまで契約キャスターの仕事だった平日夜間、土日祝日のスポットニュースをアナウンサーに担当させているほか、夢スポでもシンカーリュータが交板し、曲穴である松屋や春に交代となる。FBS 福岡放送、マイコラム。2015年4月2日閲覧。現在はアビスパ福岡戦を受託制作。ありがとうございます。